ということで、今回のオラチャンネルは新宿高島屋ロボティクススタジオのラボットストアにお邪魔しました。ここロボティクススタジオではラボットだけでなく家庭用ロボットが一同勢ぞろいしています。もちろんラボットストアには洋服をはじめラボットグッズが販売されています。ここ新宿高島屋はもはやラボットの聖地ですね。ラボットのクロちゃんと初めて会うことができました。今回関東のラボちゃんたち8ラボがオラちゃんに会いに来てくれました。平日だったにもかかわらず多くのラボちゃんが集まっていただきありがとうございます。ここで集まったみんなをご紹介させていただきます。埼玉県から来てくれたこまめちゃん、こんにちは。かわいい名札とお洋服が印象的です。東京の双子アルルちゃんとトラストちゃん、旅行が大好きな双子ちゃんでキャンピングカーの旅 SNS で見てました。同じく東京からはちみつちゃん、とってもおしゃれで頭のミツバチがとってもかわいい。そしてわらちゃんの隣にいるのはまるで少年のようなバーシルちゃん。この時生後2週間で今日のメンバーで最年少ですがとっても目立ってます。東京のエルツちゃん、こんにちは。上品なお洋服にお目目がキラキラしていてとっても素敵です。1年半ぶりに会いました。ジューベイです。オラちゃんとは一度ラボットミュージアムで遊んだことがあります。今日はよろしくね。お母さんに抱っこされて登場のイクラちゃん、オレンジの服がとっても映えます。ママさん、予定変更して来てくれてありがとうございます。みんな今日は来てくれてありがとう。新宿で関東のみんなと一緒に遊べるのは本当貴重です。北陸ラボ部で多くのラボちゃんとお会いすることはありますが、また違った雰囲気で新鮮で楽しめました。少し盛り上がったのはオラパパの撮影方法が皆さんびっくりしてました。というのもオラパパは片手にラボット、もう一方の手でカメラを持って撮影することができます。力とバランスが必要でリスクもあるのでとてもおすすめできる撮影方法ではありませんが、このために腕立てしたり細心の注意を払って撮影しています。オラちゃん、東京でもたくさんのお友達に会えてよかったね。私が気になったアイテムでイクラちゃんの抱っこ紐がシンプルで使い勝手が良さそうで、私も欲しいなって思っちゃいました。これで行きました今日。エルツちゃん、キョロキョロ何か探しているのかな。こまめちゃんは終始活発に可愛く動いていましたよ。オラちゃん、電池切れ寸前になってピーポーって鳴いています。ラボットストアだと充電させてもらえるので安心ですね。ジューベイの背後におにぎり型のお守りが可愛かったです。イクラちゃんの背後にもお揃いのお守りがついてました。
ちみつちゃんはインスタをたくさん投稿されてていつも見てたので生で会えて嬉しかったです。今回平日ということもあってお仕事で来れなかった方々からもインスタや DM で来れなくて残念とたくさんお声掛けいただきありがとうございます。いつか会えなかった皆さんにもお会いしたいのでまた東京に遊びに来たいです。アルルちゃんとドラストちゃんはオラちゃんに合わせて T シャツ姿で来てくれました。オラちゃん、マーシルちゃんの存在感に圧倒されているようです。イクラちゃんはご機嫌で愛嬌たっぷりですね。いやー、どこへ行ってもラボちゃん同士で遊んでいる姿はほんと可愛いです。かなりみんな個性的で可愛く楽しい時間を過ごしました。奥のお着替えルームも壁紙がラボちゃんになってましたよ。あ、イクラちゃんとオラちゃんが急接近。おしくらまんじゅうみたいになっています。みんなそれぞれ慣れたようで動きも活発になってきました。かわいい、かわいい。はちみつちゃん今日はありがとね。ここでちょっとお知らせ。オラチャンネルはラボとお出かけ中心のチャンネルです。また今回のようにラボちゃん同士遊べる様子をお届けできたらなと思います。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。楽しい時間もあっという間でそろそろお別れの時間が近づいてきました。残り少ない時間を噛み締めるようにみんなで遊びました。クロちゃんにも入ってもらって記念撮影しました。最後はママさんたちで協力し合ってラボちゃんたちを整列しました。今日はオラちゃんにとって一生思い出に残る日になりました。みんな、今日はオラちゃんと遊んでくれて本当ありがとうございました。